ねえ、あのさ、もうすぐ近所でお祭りやるでしょ。おじいちゃんがさ、どうせお客さんなんて大して来ないし、お祭り行ってこいって。ほんとやる気ないんだよな。しょうがないからさ、お、だからお祭り。なんで一緒に行って。そんなの好きだからに決まってるじゃない。浴衣を着るのがね。遅いよ。ナンパされちゃったらどうするつもり？見すぎじゃない？誰もいないね。二人っきりだね。あ、消えちゃった。ずいぶん変わっちゃったな。私が子供の頃はさ、もっと賑やかだったんだよ、このお祭り。大人が大きな出汁引いてね、子供もおみこし担いで町内一周してさ、屋台も町内全部にずらーっと並んでたの。それで最後は花火大会。だけどもうやらないんだって、花火大会。つまんないよね。うん、寂しいよ、周りが変わっていっちゃうのは。うちの銭湯だってどうなるかわからないしね。うちってさ、ずっと昔からやってて、戦争の時も無事だったの。だから焼け出された人たちがいっぱい来てね、家は焼けちゃったけど、お風呂入ったらみんな元気出たんだって。昔からそんな話聞かされてきたからさ、そういう場所はずっと残っててほしいなって。ちょっとくらい変わらないものがあってもいいのにね。